今日はね、こちら千日前の味噌野で山田ジャックさんの関西山田組の立ち上げがありますので、今向かっております。弟子とかいろいろ山田組これからどこどこどこ出てきますけども、まあね、思いますけども、ちょっと盛り上がっていきましょう言っといて、うん、なんか全然盛り上がる感じないじゃないですか。いや関西って僕は言いますんで、うん、皆さんでね、山田組っていう感じでね、あますよ、行きますよ、はい、関西山田組全部言うてないかお前、全部言うてるやないかお前、これがスパマークです。と言いましてね、まあ、縁起のいい名前でやらせてもらってまして、まあ、名前を取る運がいいんですよ。この間もですね、まあ、運がいいことあったんですけど、運悪い、運悪い、運悪い、大丈夫ですね。はい、マイクにもね助けられましたけど、友達とね10回ゲームしようって言われましてね、ありって10回言ってって言われたんですよ。で、あり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 って言ったらね、ありって10回言ってくれてありがとうってね、俺言ってもらえたんですよ。運がいいでしょ、はい、スパワールドの空気スパワールドだったらね、もっと大きいんですけどね、10組ぐらいね、後ろでスタンバるんですけど、10組前ぐらいの子がね、どうもラッキーボーイ高橋でーす。なんとかかんとか10円拾ったんですよ、ラッキーボーイ高橋。ラッキーボーイ高橋、ネタが丸かぶり。そのね、10組後に僕がどうも運がいい話です。いやだだ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 、うんこ加えたぞ。うん、俺の気持ち悪い言うて、うんうん、お前は、はい、だいたいちっちゃいんちゃうの。そうでもないですよ、だいたい人のね、人は小さいって。いやいや、なんか自主規制みたいなのがね、ちょっとね、世の中の空気的にありすぎて、やっぱりライブっていうのは生を見せるんで、全然自主規制なしで関西山田君はちょっと行きたいと思うんで、ちょっとそこ開けて。うん、次がね、結構ほんまもんこれ、床どないしてくれんねん。うわ、ということで、はい、この後嫌ですよ。いやいやいや、お前しかおれへん、もうこの後帰れんのは。今ちょっと空間が歪んでる。ということで、うん、ロマンスの神様。おお、この人な、もうああもう終わりだ。魚宗水とビッグベンです、どうぞお願いします。お願いします。去年の春にね、はい、糖尿が悪化して、そうですね、小指を切断する、そうです、足の小指を切断する、ね、で、痩せたんですよ。足の小指切断ダイエット。小指は飾りやった。この度尿素水もちょっと糖尿の毛があるということをね。ヘログロビン A1C が 8.8、 まあ普通の人からしたら高いですけど、うん、まあそんな悪くないですよ。あ、そうです。僕で 7.5 とかそのぐらいなんで、
お前、お前のはいいの？はい。いいよ。いや、ええやん。いや、僕、インシュリン打ってるんで。そういう、そういう。薬の力やねん。ドーピングやねん。ええやないか。何の対決やねん。ありがとうございましたというわけで関西山田組の立ち上げ、興行いかがだったでしょうか。動画面白かったらいいね、チャンネル登録もお願いいたします。それでは次回の新作動画までさよならです。バンチャンネルのバンバテッペでした。皆さん良い人生を。